これにと中にもさっきみたいにさ、童貞紛れとうと思うけん、先にこうやっぱおちんちん先輩として教えとくけど、こうなんか童貞がもっと初めてはやっぱタイプな子がいいとか、初めてはある程度可愛い子がいいとかいうプライドが一番いらんけん。もうそれがこの三角形の中のここにある部分やけん。もうマジで、もうすぐ捨てた方がいいぞ。これやばいぞマジで。いや本当に分かるよ分かる。俺もめっちゃ昔そうやったけん。俺もめっちゃ昔童貞の時そうやったっちゃ。そうやったと、やっぱ初めては可愛い女の子がいいなとか、初めては自分のタイプがいいなって思う。あ、めっちゃ分かるよ、めっちゃ分かるけど、もうマジ今すぐ捨てた方がいい。もう目3つでもその女だ、もう抱けるなら抱いとった方がいいよ。もうマジ目3つで鼻の穴16個あろうが、口が8個くらいついてようが、もうその女いけるんやって絶対言っとった方がいいよマジで。 マジで言った方がいい。もうそれをモットー以上絶対にいけんけん。もう本当に絶対ありそうやけん。もうどんだけ、もう顔に乳首がついとろうが、尻の穴に目がついとろうが、絶対にいける女いっとった方がいい。もうそう、俺だって初めての女の子忘れるんだから。俺初めてセックスしたやつ覚えてないよ、名前とか。もう忘れるけん、忘れるよ。覚えてない、初めてセックスしたやつの名前とか忘れたぐらい思い出に残らんと、正直。そう、でもね、俺いろんな女にね、なんとなく聞いてもちょっと、なんか童貞とセックスしたいって、したら絶対に無理って言ったじゃん。みんな口を揃えて童貞は無理って言うと、そういうことないの、童貞は無理なんよ。もうごめんな、本当ごめん。俺多分傷つくやつは出てくると思うし、本当に申し訳ないと思うけども、これが女の子の総意やった。もう俺めっちゃいろんな人数聞いとる、100人ぐらい聞いとけ。俺100人とか150人とか聞いとるのに、仮にさ、すごいイケメンの童貞とセックスするか、すごい普通の顔やけど、経験者かやりちんとセックスするか、どっちがいいって聞いたら、普通の顔のやりちんとセックスしたいって言うと、まずもう来れないの。もう分かる。やけもう逆に俺はこう救いたい。今すぐ捨てよう。違う、童貞が悪いわけじゃないと。人はみんな童貞やけん、最初。俺だって童貞やったし、社長だって童貞やったし、みんな童貞最初は全然。でも、こうやっぱそこから脱出しとうときは、ある程度ブス大闘技、やっぱみんな。ブス大闘と。そう、俺だって別にブス大闘技、しこたま。しこたま大闘技。いや、風俗でも手当たり次第行こう。いや、なんかやっぱ童貞は怖いらしい。そう、なんか AV だけ見とうけん、めちゃくちゃガシマンされそうとか。そう、やっぱ怖いんだって、なんかそもそも。あと、多分俺思ったのが、やっぱセックスしとったら、いい女と悪い女がある程度分かるようになる。そう、やっぱなんかさ、ガチャはさ、引かな、どのキャラが当たるか分からんけんさ、一応ガチャは引いとった方がいい、やっぱ多分。ですごい思う。